お疲れちゃんです。ラットです。そして、よっしゃー、焼き鳥です。そして、どうも、谷です。いらっしゃい、ぼんじりです。はい、ということで、まあ、今日はね、まあ、一応ファブコラボということで、まあ、やっていくんですけど、今回もですね、ミラーシリーズやっていこうと思います。まあ、第2弾、第3弾ですね。はい。ということで、今回、ミラーするのは、ロイヤルホグということで。ロイハングですね。あ、まあ今強いって呼ばれてるんで、結局強いやつをいっぱい作っとけば勝てるっていうのでだそうだよな。だって考え方単調か。だって、まあ、強いやついっぱいそれ使えば勝てるわってことで、まあ、こちらなんですけど、今やったらね、このまあまあまあ調子いいね、すごくね。でもわかるっすか、すごくないですか。ジャイ、リガっぽい、このゴレロケ、まあゴレ絶好調、まあ、3連勝っていうのでもはや相性とかよくわかんねえしそう、もう何がなんだかって感じ、まあ、まあなんだけど、まあ意外といいみたいなんでね、とりあえずやっちゃうと。そうやっちゃうよ。よしってことでいやマジで強いから知らないけどね。お前気がもう寝そうやん。いいよもういいよいいよいいよ。お前気なんかいっか。あ、何あのね、静かにしてくれるかな。あの動画撮ってるんで、あの焼き鳥チャンネルだと、あの暴れてもいいっていうねルールがあるんですけど、そんなルールやめろ。俺さっきその動画のせいで編集に追われてる。静かにして。俺の動画だから今。後で頑張ったね。あらしてやろうぜ、あらしてやろうぜ、全員今。ああつって規制上げて叫んでやろうぜ。それは面白くない。うん、焼き鳥でそう。さあ編集に戻ろうかな。まあこれは美味しいですね。でも今相手右側バルキリー裂いたんで、これはロヒ君飛ばしていいっすね。ファイスミを切ったしね。ゴブリンミニペやばやば。これ焼き鳥でいうガンメタヤンってやつやな。うん、ガンメタヤンけ、そうでもなくね。まあまあまあまだね、そうロヒ君を見出したいんですけど、あのこれお互い通しにくいな。さては、こっちはトルネコ席あるけど、まあまあまあ、向こうはファイスピバルキリーあるからな。確かに本当にある。ファイスピバルキリー、え、俺が今見てるものは何？まあまあまあ静かにしてな、俺の動画だから今。本当に最近焼き鳥マジで出しゃばるから、ね、やばいよな。ちょっと編集してるわしばらく、うん、人のチャンネル、あ、本当にそれは許されない。待って、これ取るね。もう一バス上だったら多分完封できた。これだと一発入る。あー入んなかった、危ない。すぐ嘘つけ。いや嘘じゃない、入るのかもしれないなって言っただけで。疑惑の判定やな。な、焼き鳥さ静かにしようか。え、編集戻っていい？いいよ。まあまあでもロイフグミラーしたいんですけど、危ないこと、とりあえずでも1分入らないとコスト、ロイフグとロイフグミラーしようとしたら11コス使うんでね、ちょっとほらほらコスが回んないっていうのがあるんで、とりあえずまあまあ今は、まあ、我慢ですね。今は我慢で、今の人はおしゃれですね、まあ、ここでいいみたいなのがあるから。あーやばい、コストが、コスト持ってない。レストランでいうイタリアで、もう一回みたいなね。これはやばい。大丈夫、ここら辺なら入ってから。ちょっと待って、まあ、言うてこれだけで左側なんかめっちゃダメージ入ってますからね。ちょっと入れとくよ。はい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 。しにくいやば。でこれやばい。でもこれトレンドあるから。よし。で、しかもギャングもあるんで、この相手のリクイーンって言ったらそんな怖くない。これ危なくね？これ大丈夫？これ大丈夫これ？まあまあ。あ、今のは今のはフランス風のペア。まあおしゃれウッドみたいなね、ああいうのができますね。そのボケわからん。やめてよズミキ。今のは会えない。そのボケどうというか。食べ物でいうイタリアンで、つまりおしゃれってことやな。じゃあ焼き鳥静かにしてくれるから。すごいんやけど焼き鳥の圧が。いや大丈夫、ここら辺ならあんま聞こえんかな。めっちゃ音量上げて聞かん。聞こえんから。まあロイフグまだ見えない。そうここですね。さては。からの。こっちも攻めてあげる。これがやばでもファイスピがな、言うて美味しく言うてめっちゃ、え、言うてだって左見てめっちゃ入ってね。カンストロイフがやばいな。そうカンストオーバーしてるから、カンストのさらに上やから。14のロイフがめちゃくちゃ強いマジで。でこれ後ろプリンして宝石置いてからの、これで相手ライトニング打ちたい、ライトニング打ちたいで誘って、こっち飛ばして、こっちはもう捨てます。で、僕が攻めたいのは左なんで、ここを攻めて、ウッド転がして、ゴブリン処理して、勝ち。ファイスピも美味しい。オッケー。で、これで、勝つ。めっちゃ入るやん、やば。14やばいんよ、ほら。
やば。でも、はしまいプリンもあるんで。やばない？やば。やばい。さてはあるな。さては強いみたいなね。さてはある。ロイソフ14やべえな。これ一つコツがあるよね。これ俺見つけた。あのセパレートしてセパレートして4対4って出したらダメ。あの両方結局相手が防衛してその後ろに追加するから防衛されるから固め出ししてからの逆サイ固め出しが強い。あ、なるほどね。そう。確かに。これは覚えておいてくださいね。使う方は。誰も使わなかった。そんなわけだから。さて、あ、有名なやつやん。有名、あ、ちょっと見るやつだ。見る。うん。え、このマルチでたまに見る人。なんて読みやってるんだよ。ミス。女。絶滅してしまう。焼き鳥マジで面白くないよな。面白くないことで有名だからな。で、これは、え、めっちゃ美味しい。これ相手はヌーブ。このバルーンだって、トレネで美味しくいただけるな。これ美味しいっすね。もうキング起動。はい。あー、初体験ちゃう。うわ、キングもびっくりして起きたわ。え、それはやばい。焼き鳥やばいこと言うよな最近。焼き鳥やばいね。これはギャング出してあげて。自ら死にに行ってるから。で、これワンチャンやばいのがあのバルーンをシャシャってキングに吸いすぎると気づいたらサンクラ折れてるっていう。ね。あ、よくあるやつな。吸いすぎるやつ。よくはないけどな。ね。もびっくりするやつな。それ言いたいだけやん。で、まあまあここはね。結構入るくねこれ右側。このアイシーズの遅延が長引いたことによって、でも左も結構削れてるんで、まあ、後半までにリード取れたらでかいっすよね。そうですか。これ結構さ、空はメタみたいなとこはない？言うて、うん、言うて言うてでしたね。まあ俺も言うてかなって思ってたところなんよな今。しゃべらん方がいいんじゃねえじゃん。これはまあ1個内側にしなくてもいいんですけど、どれになるんでも、まあ内側でこれ問題があれっすね。キングだけ削れたらマジでおもろいよ。やめてください、そういうの。辛いんで。あーやばい。これまあトルネが言うてあるからな。いやこれはまあ、あ、もう許容する。あ、あ、おい、危ない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 。やば、今のトルネ使わないよ。いや、あの、いや、あー、まあ言うてトルネ使ったところで、あれやね。そう、今使ったら完封できたんじゃね。本当に？だってもうバルーン死にかけあったの。あ、出た。で、これはミラーと思うじゃないですか。ミラーが手札いない。プリンをやばいやばいやばい。あのちょっとサイクルをね整えたいんで。やばいね、もうファイボ圏内やね。大丈夫？うん、大丈夫。このバルーンは おしゃれバルーン。これをまあ捨てると思うじゃないですか。これ守っちゃうんすよね。はい、来ましたーっていうたにミラー。もうこの30秒あれば間に合うっすから。やば、こっから左攻めて、僕は右を攻めたいんで。これ右が本命です。お、転ぶった転ぶった。で、これ相手焦って防衛する。焦ってガンガン出してくる。そこを、はい。うわあ、縦線まで攻めちゃった。GG や、もう。ほら。三五五。ああ、いい読み。で、これ左もちゃんと防衛します。もうファイブを使わせると、でもファイブを使ったからこれ守れ。ああ。けども、これさらにまたロイ、ああ、やばいやばいやばい。キング大丈夫？やばいやばい、持ってかれるやつこれ。いやでも大丈夫。俺にやん。やつはミラーの使い手や。まあこれは普通に、ね、右側に。二段階式吸えるもんね。そうそう。まだもうちょい使ってきて。で、この242の処理のし、この勝ち方が綺麗な。何やばくね今。もう相手も怒るわ。グッドゲーム。まだ戦えるなーって言ってたら、いきなり2つ殺されてきた。びっくりやで。え、やばいよね。俺もなんか勝ててびっくりしてるもん。お前2枚積んだんですけど。ね。お前チートやでみたいな。それでこいつ取る高いよ。あ、言うてた。6、あ、67、67。まあまあ、焼き鳥より高い。オズニキよりも高い。まあ、オズニキとは比べるまでもないみたいな。そう。とんでもないぞ。ですね。いや、見たい。やばい。今2戦か。もう1戦だな。もう1戦だな。やばくね。でもだから、でもマジで理にかなってるくね。しかもこのアイスイズとプリンセスが後ろから出せるんよ。それが強いな。あ、何もない。はい、来た。お、これ、え、何、フェデリコセブンティーンや。有名な。もううるさい、こいつ今日。なんだっていうことでね、まあ焼き鳥はスルーしてあげて、あー、パウコクランボーズのフェデリコセブンティーン。誰や。こいつ、まあ、迫撃がしんどいみたいなとこあるっすね。いや、それな、迫撃めっちゃきつくね。あ、マジ、しかもクロスに弱そうよな、それ。これあれだ、クロスにも弱そう。いや、やめて、クロスはしょうがないよな。クロスでバンしてるの。うん、まあ、クロスとかクロスが来たらまあしょうがないみたいなとこあるっすね。迫撃はまだ参る参る、全然参る。だからクロスも参るくない？だって
だってロイフク飛ばすやん、相手ファイブ打つやん、もう一回ロイフク飛ばせばいいやん。確かに理論上怖いもんね。いや、それでだって11コス使って向こうはファイブをクロスで10コスだもんな。うん、1コスで処理せんといかんのロイフクミラーは渋いな、ファイブも切った。これ今相手ファイブ打ったから飛ばして、あ、これギャングとか多分コウモリでね防衛されるんで、ここのギャングを、ああ、いや、そういうことね、ことでこっちが攻めちゃう。やば、やば、いいかなって。結構入ってるねこれ。そうなんですよね。でも僕の攻撃もこれ結構入ってるんですよ実は。アウトローで防衛されても1500ぐらい持ってってくれたんで、やば、まあこれどうにか落としたいですねけども。これ右は守っていくの？右守りたいね。あ、無理だ。諦めるの早っ。いや、でもプリン生きてるの意外とでかい。あー、でこのまま、まあ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 、言うてここでさ守れたのはでかくない？で相手左に何を、なんかでコウモリかな。いやー、トルネはやればよかった。今相手はギャングしかなくて、あー、ウッド出されたら、ウッドがあればねロイフグで攻めたいんですけど、ってことででも発撃で守られるかな。お、あ、シャシャ、はい、おいしい。トゥルーン、そのウッドシャチャったくね。いや、でギャングだと思うやん、アウトローか。いや、これはあれだわ、負けたわ多分。これだってむずくね。あー、出た出た、俺が中型スピルねえからってそういうことする。よくいるわこれマジで、本当にこれやばいよ。ミラーの弱点やな、マジで。クロスとかでも防衛クロスされたらもう手段がないもん。本当に本当にと思うやん。相手甘いな。さあ行きますね皆さん。まさか2個目は置けないの法則。わあ、来た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 、ファイブを使ったぞ。行くしかない。おらー、8体のロイフグが襲いかかる。やっちまえ、からのこれトレーニングで全部やってワンチャンくれ。ワンチャン、マジである、マジある、マジである、え、マジである、ワンチャン、いけいけいけ。あー、ファイブ回された。惜しい。お疲れちゃんです。お疲れちゃんです。あ、疲れちゃんです。まあ惜しいな、ないこともなかったなね。まあこんなもんやな。うん、まあそうだな。ということでね、今回はねロイフグをミラーしてみたということで、はい、くしゃみでそう、うん、そりゃいいんだということで。まあまたなんかね、次は違うやつをミラーしたいね。すぐミラーしようとする、本当に。いやマジで可能性しかないっすよミラーって。まあでも前一回使ったけど、まあ確かにプリンセスミラーやばいな。あれそう、大型に割と刺さる。そう、ラッド式3種の神器がまあミラートルネットね。で、まあラッド式4種の神器みたいなことあって、プリンセスもあるな。そう、実はプリンセスも常に入ってるみたいなとかあって、で、実はディガーもあるみたいなことがよくあるんですけど。でも今回は、まあ、今回はまあディガーなしと、ちょっと控えたと。そうね、いうことで、まあ強いからね、ぜひね、こちら楽しんで、強い&は楽しい。そうだよな、マジで、ぜひ、まあ自己責任で。はい、勝てなかったら勝てなかったで、もうそれはね、まあ、そういうデッキなんで。はい、終わり。そういうもんだということで、はいはい、ということでね、今回は以上になります。まあ今回ねコラボさせていただいたね、あ、まさか、まあ、焼き鳥のね、まさかチャンネルも一応貼っとくんで、一応ね、 ありがとうございます。一応ね、焼き鳥のチャンネルでもね、そのコラボ動画上がってると思うんで、はい、そちらはね、まあ、ぜひ見てください。焼き鳥のチャンネルなら皆さんぜひあの低評価をしてください。僕のには良ければあの高評価をしてもらえると嬉しいんで。やっとのもね、全然低評価をしていいんでね。はい、静かにして。俺が喋ってるから。ってことでね。俺も喋ってるから。お互い様やな。はい。ということでね。かぶったやんけ。終わりになります。では、またねー。バイバイ。バイバイ。